トイレに神様？そんなところに神様はいないよ。僕とマレーシア人の友人は普段真面目なナオヤが何を言い出すのかと笑ってしまった。インドネシア人男性による日本の宗教にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はそこに神などいない、八百万の神を嘲笑するイスラム教徒の学生が日本社会と日本人を知ってしまった結果の話題です。海外、日本のやり方ならうまくいく。古くから日本に根付いている宗教として神道と仏教があります。特に神道は日本独特の宗教であり、八百万の神が信仰の対象で開祖が存在しないため、教えや経典がないことなどが特徴です。今回ご紹介するのはインドネシア人男性によるエピソードです。日本留学に来たムスリムである彼は日本の宗教にとても驚いたと語っていました。一体どのようなことに驚いたのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。僕はインドネシア人のアフマド、イスラム教を信仰するムスリムだよ。日本の大学で哲学、宗教学を学んでいるんだ。なぜこの分野を学びたいかというと、歴史上有名な思想家はなぜそのように考えたのか、世界とは一体何なのかなどを考えるようになった。人種も様々で、宗教も多岐にわたっているということを知るようになってから、自分が当たり前と思って生きてきた世界は、他から見れば当たり前ではないということに興味を持ったからだ。日本を留学先として選んだのは、ほとんどの人が無宗教だと聞いたから。何の宗教も信仰もしていない国があるなんてという不思議さと、テレビや SNS などで日本はモラルとマナーのある国だと紹介されていたから実際に知りたくなった。だからインドネシア教育大学でももともと日本語を学んでいたんだ。まあ実際に日本語を話すとなるとまだまだ難しくて会話もままならないんだけどね。日本に来てからインドネシア人だけでなく、様々な国から日本の大学に人が集まっていることを知って、その国独自の文化をお互いにシェアできてとても楽しいよ。特にマレーシア人とはインドネシアとマレーシアの違いについて話している。ほぼ同じ言語、同じ地域にあるのに国の文化や自由さなどにも違いがあって意見交換をしている。インドネシアって世界最大のイスラム教人口を擁しつつもイスラム教国ではないんだ。250以上の言語で約300の民族が暮らし、憲法では宗教の自由を明確に打ち出している。だから少数ではあるものの、キリスト教、仏教、ヒンドゥー教徒などもいる。イスラム教の教えは大切に考えて、生活の至るところに考え方は浸透しているものの、多種多様の国だからこそ信仰には緩さがあると思う。中東の国ほど厳格ではないと思うよ。もともと僕はインドネシアにいる頃から自分を律するという意味で飲酒をしない、一年に一度のラマダンイコール断食をすることも、一日5回の礼拝も基本的には守ってきた。でも絶対にというほどではなかった。寝坊をしてしまって早朝の礼拝を逃してしまった時は、次の礼拝は2回分やろうなんてしていたし、家族に隠れて少しだけお酒を飲んだりもした。日本に行くとなったからには、日本でできる範囲での信仰の仕方をすればいいと思っていた。せっかく日本に来たからには、日本人とも友達になりたいと思っていたんだけど、ゼミで席が隣になった日本人の直也とようやく親しくなれたんだ。彼は本当に真面目で、そしてとても優しい男だった。彼と知り合うまで僕は大体ムスリムの友人、マレーシア人の友人と行動を共にしていたんだけど、どこで礼拝していいのかわからずにいて、学校にいる間はいいかと寮に戻るまではしていなかった。今考えると教授に聞けばよかっただけなんだけどね。でもそのおかげで直也の人柄に触れることができた。やっぱり習慣としている礼拝だから、特定の時間が来ると落ち着かなくなるもので、
直也と歩きながら話している時に聞いてみた。あの、この大学にはお祈りできる場所ってあるのかな？すると直也は立ち止まって考え始めた。大学内だと空き部屋があるのかは教授に聞かないとわからないな。それよりもこの辺にはモスクがあるから案内するよ。そう言うと直也は僕とマレーシア人をモスクまで連れて行ってくれたんだ。大学から近いところにあって助かった。僕はメッカの場所を調べるアプリを使って、じゃあありがとう、10分くらいしたら出るから、と声をかけた。10分ほどして外に出たら直也が待っていてくれた。あれ、待っていてくれたの？うん。10分間何もせずに待つのって結構大変ではないか？僕は終わったら自分たちで帰るつもりでいたから驚いたよ。自分に関係のないことに嫌がらずに付き合ってくれるなんて、やっぱり優しいやつだと思った。僕は国際学生寮で生活しているのだけど、初めは食事に関する不安があった。でも、それに関しても直也が親切にしてくれた。食堂で働いている人にハラル食に対応してもらえるのか聞いてくれたんだ。すると食堂で働いている鈴木さんはハラル食に関する知識が豊富で、献立などにも気をつけるねと言ってくれた。だから和食で煮物などが出る時には鈴木さんはかなり気を使ってくれているみたいだ。大学ではムスリムだけではなく他の宗教の人たちも集まってきているから、それぞれの宗教に合わせた食事作りをしてくれるって考えてみたらものすごく大変なことだよね。そのあたりの事情を直也から教えてもらって、鈴木さんたちが大変だからという理由だけではないのだけれど、料理酒くらいならお酒を使ってくれて OK として豚肉料理は食べないようにしているけど、ハムやベーコンといった加工食品なら食べるようになった。それから日本で暮らしていくうちに日本人の宗教観に驚いたことがたくさんあるんだ。直也は食事をする前に手を合わせていただきますと言った。あれ、日本人って特に信仰する宗教を持たない人が多いのでは？直也は何か信仰している宗教でもあるのかと思って聞いてみた。そうしたら、それは宗教ではなく日本人特有の挨拶らしい。米や野菜、魚、肉など全ての食材には命があると考え、その命をいただくことに対する感謝の気持ち、そして食材を育てる人から運ぶ人、作る人、配膳する人など、その食事を整えるのに携わった全ての人に対する感謝の気持ちを表すらしい。宗教ではないのにきちんとした挨拶を習慣にしているのってすごいね。僕たちムスリムはあらゆる行動の前には神の御名を唱えてから開始するから、食事も例外ではない。お祈りをしてから食べ始めるんだけど、その時も直也は先に食べ始めずに待っていてくれたんだ。ねえ、直也ってなんでそんなに優しいの？この前も待っていてくれたじゃん。と僕が聞くと不思議そうにした。なんで？別に当たり前のことをしているだけだよ。彼は謙遜しながら言ったが、日本人の中でもかなり優しい部類に入るのではないかと思う。この前も廊下でカバンの中身をぶちまけた留学生がいて、彼はスマホが落ちたことに気がつかずにカバンに入れ忘れて遠くまで行ってしまったんだけど、直也はそれを持って彼を猛スピードで追いかけたんだ。そういえば外国人 YouTuber が日本で財布を落とす実験をしたところ、50回落として50回ともみんな走って追いかけてきてくれたという動画を見たことがある。人を試すような行為はどうかと思うけどね。自分の国なら財布をそのまま持ち去るだろうというコメントが多数だったよ。日本人でももちろん持ち去る人もいるかもしれないけど、全体的な傾向で言うとかなり少ないんだろうね。僕はマレーシア人の友人と共に一人暮らししている直也のアパートに遊びに招かれた。その時にトイレを借りようと思ったんだけど、しまった、掃除するからちょっと待ってて、と言われた。いいよそんなの、と言うと直也は、ダメダメ、トイレには神様がいて、綺麗に掃除すると運気が上がるんだから、と奇妙なことを言い始めた。トイレに神様？そんなところに神様はいないよ。
僕とマレーシア人の友人は普段真面目な直也が何を言い出すのかと笑ってしまった。だけど直也は掃除をし終えると真剣な顔で教えてくれた。昔からトイレには神様がいると考えられてきて、うすさま明王という火の神、トイレの神がいると考えられてきたそうだ。うすさま明王は劣化で浮上を浄化し、正常と化す力を持つとされ、心の浄化も日常のあらゆる浮上を焼き払い清める功徳があるとされていて、そのためにトイレに祀られることが多く、トイレの神様として人々の暮らしを守ってきたと言われているらしい。またトイレだけではなく、台所にも荒神様という神様がいるそうだ。年末には大掃除といって、普段は掃除しないようなところまでピカピカに磨くらしい。日本では家の中だけではなく、山や海、森や川や植物など、あらゆる自然のものに神が宿ると信じて、自然すべてが神そのものと捉える神道という考え方が多いという。アニミズムや先祖の霊魂を大切にして平安を祈ってきたそうだ。インドネシアでは宗教の自由は認めているけど、無宗教であることは認められていない。みんな何らかの宗教を信仰している。それに対し、日本は別に無宗教であっても許されるし、信仰している宗教はと聞かれると、6割は無宗教と答えるらしい。宗教を重要視しない日本人は多いはずなのに、日常で神様を感じているとはどういうことだろうと思った。そして、特定の信仰を持たないはずなのに、弔辞の際はほとんどの人が仏教か神道で葬儀を執り行うそうだ。結婚式は教会であげる、年末にはクリスマスを祝う、年が明けると神社に参拝、盆になるとお寺で先祖の霊に手を合わせる。これらを何の疑問も持たずに経験してきたけど、キリスト教も神道も仏教もないまぜになっていて、よく考えると奇妙な風習だよね。でもこれらのことを僕たちは宗教としてではなく、当たり前の生活習慣として行ってきた気がする。と直也が言ったように、確かに宗教の違ういくつもの神様が混在するなんて不思議だ。そんな話をしている間に直也はいつの間にか料理を作ってくれていて、そしてそれはとても美味しく、僕たちを精一杯もてなしてくれて、帰る時は寮まで送ってくれた。僕は寮に帰ってからも日本の宗教観がとても気になっていた。翌日食堂でまたその話をしていた時に、鈴木さんにいろいろと話を聞けた。そうよね、唯一の神様を信仰しているムスリムの人からしてみると、日本の風習はとても不思議よね。特定の信仰を持たない日本人なんだけど、なんとなく生活の中では自然に神道の考え方が身についているわ。イスラム教などと違って神道には経典がないから、守るべき規律や道徳観念の教えもないの。日本では万物に宿る神様のことを八百万の神々と言っているんだけど、それは神道における神々の数のことよ。800万人の神様がいるんですか？いいえ、漢数字の八百って数が極めて多いことを言うの。よろずというのが様々であること。つまり、数えきれないほどの神様が存在するという意味よ。例えば、一粒のお米には7人の神様がいると言われていて、食べ物を大切にしなさい、作ってくれた人に感謝しなさいという意図があるの。一神教の信徒からすれば驚くべき宗教観だと思うけど、あらゆるものに神が宿るという文化を持っていた日本人にとっては、たとえ一神教の神だとしても、800万の中の一人であるという感覚が強いかもしれないわ。よく日本人は無宗教と言われるけど、決して無宗教ではないのよ。ただ、唯一の神を信じて熱心に信仰するという人の割合は少ないわ。神を信じていないのではなくて、神様はいるかもしれないと思っているけど、これと言える特定の宗派に属していないのが日本人のスタンスなの。無神論ではないということ。こんな説明でわかる？僕はなんとなく分かってきた気がする。日本は多神教なのかもしれない。
ただ唯一この人だけという神の存在を信じている僕たちとは違い、あらゆる神様を受け入れていると言ったらいいのかな。だから宗教にも寛容な民族性を持っていて、いろいろな宗教がごちゃ混ぜになった文化を何の抵抗もなく行えるのだろう。自身の信仰していない宗教であっても、その宗教を否定せず、むしろ合わせようとしてくれている。鈴木さんたちみたいにハラル食に対応しようとしてくれることとか。だけどその浸透にしろ、鈴木さんの言うように別に経典があるわけでも守るべき規律があるわけでもないらしい。それなのに日本人は直哉のように優しく、時間を守って行動し、真面目な人が多い。モラルやマナーが良く、盗みなどの悪いことを嫌い、治安がとても良い国だ。規律や教えがなくても、なぜ日本人は自分を律することができるんだろう。それに関して直哉はこう言った。お天道様が常に見ているという感覚かな。あと誰が見ていなくても、悪い行いは自分が見ているぞと考えることで、人として恥ずかしいことをしてはならないという戒めにもなっている。それに悪いことをしたら地獄を見るという話は、日本人なら誰もが耳にしたことがあると思うよ。きっと日本人にとってはもう呼吸と同じで、空気のように無意識に神の存在を感じているんだろうな。だから経典や聖書などがなくても、特定の宗教を信仰していなくても、日本人は自分で自分の行いを律することができるんだ。他にも古くから日本に根付いている神道と仏教の違いについても教えてもらったよ。神道は万物に神が宿るという考え方で、それらの神を祀ることで、自らは正直な精神でいることで神の加護を受けられると信じられていること。地震や疫病などの災害も神として恐れられる対象であり、それらを鎮めて恵みを得ることを信仰の目的とするらしい。仏教はブッダを唯一神として祀る宗教であり、悟りを開くことで輪廻転生の輪から抜け出し、極楽浄土へ行けると考えられている。悟りを開くためにはブッダの教えを学んで厳しい修行を積む必要があるとのことだけど、日本ではお経を読めるのは住職くらいで、一般の人も修行したりはしないらしい。神道、仏教、それぞれ考え方や葬儀などのやり方も違うし、お寺や神社、そこへ教会も加わるような、それぞれの文化が融合した場所も日本には存在するのに、日本では宗教を理由とした争い事が起きないよね。宗教や宗派の違いは、現在でも多くの人々や国々の間で争いの種となっているんだ。悲しい宗教戦争もたくさんあった。みんなも知っての通り、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム過激派組織ハマスがイスラエルを襲撃して、イスラエルも報復攻撃を行い、ガザは人道危機に陥っただろう。もう2000年以上も前からパレスチナ地域をめぐってアラブ人とユダヤ人はずっと対立してきた。パレスチナ問題にはユダヤ教、キリスト教、イスラム教、それぞれの聖地エルサレムの帰属問題も含まれている。いくら熱心な信仰心があっても、争ったり治安が悪かったり犯罪が多かったら意味がない。幸せを求めて宗教を信仰するのに、戦争が起きたら何のための宗教なんだって思うよね。価値観が多様化した現代社会だからこそ、何を大切にするかは人それぞれなんだ。価値観の異なる他者と対話を重ねて、複眼的な視野と新しい考えを導き出すことができる。日本はそんな考え方を持つ、まさに時代の最先端を行く国だと思うよ。日本の神道の考え方が世界にも広まれば、もっと争いは収まるかもしれない。僕は日本の宗教観についてもっと深く知りたくなった。僕は卒業したら日本で働きたいと考えていた。だけど今は日本でもっと多くのことを学んで、インドネシアの教育の改善に役立てたいと思っている。直哉の入っている剣道部にも興味を持ったから、武士道についても学びたいな。将来は日本とインドネシアの架け橋となるような仕事をしたいと思っているよ。以上がエピソードの概要です。
この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本人は無宗教だけど、お客様は神様教を信じているよ。神道は興味深いよ。神道こそが真の宗教だ。他者に宗教を押し付けるより、日本人みたいな考え方をしている方がいいよ。アメリカも宗教がない方がマシだっただろうに、日本のやり方ならうまくいくかも。神は信じないけど、神の教えがなければモラルが破壊されることは分かっているんだね。神道を宗教と呼ぶのは複雑だ。神道は日本の文化や生活様式と切り離せないものなんだ。神道は実際とてもいいもので、キリスト教よりもずっと価値ある教訓や価値観を教えてくれる。以上が海外の反応です。日本人ほど雑多な信仰を持つ民族は他にはないと言われているようです。神社にお参り、葬儀はお寺、結婚式は教会など様々です。自分のことを無宗教だと思っている日本人が多いようなのですが、逆に無宗教だからこそ神も仏も拝むことに違和感を覚えないのかもしれません。こういった日本人の信仰に対する特性を育んだ背景には、八百万の神の信仰と仏教信仰とを融合調和するために唱えられた神仏習合の歴史があったからではないかと考えられているようですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、次回も見てくださいね。じゃんけんぽん。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本って